ははい、はい時刻は朝9時30分を回りましたね。はい今週も元気に嘘のような本当の輪をお届けしてまいりましょう。ということではい MC、私土井秀人と東京からねドクター水素ボトルの北条政宏さんお迎えしています。おはようございいいいます、えー、いやいやいや 沖縄ということで、もうこのね、私は素晴らしいゲスト、今週お迎えしているんですけれども、皆さん、えー、検索、メモの用意してくださいよ。えー、中島幸子さんですね。ねサー幸子というのは、人、え、名、ー、の左ね、ね知るという字にこのまま、はい、大阪から中島幸子さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。こちらこそ、よろしくお願いいたします。ねえ。 中島子先生、はい、検索していただくとね、あのご存知の方も多いと思うんですけども、インスタグラムやね、いろんなあの情報、あのー、が出てきましてなんとなかなか私も機会がなくて若干緊張気味なんですけどあの、はい、先生、うん、とうん漢字がいっぱいですね「消化器内科専門医、えー、内視鏡専門医医学博士」。 ヨガインストラクター、いろんなね、お仕事をされているんですけども。中島幸子先生は、大阪から、えー、いらしているということで、お生まれもですか。はい、そうです、大阪ですね。うん、ね大阪、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 大阪の豊中市という。と豊中市、はい。団地あるところですかあ。あ、違うかな、団地なかったかな。団地。 あそうででで、ね、<laughs> <laughs> ですすすね近、ねはいも隣ちょっとあのギナマの話では馴染みがないかもからないですけども <laughs>、はいえー、大阪から幸子、えー、先生っていう感じで皆さんから「私こんなお美しい先生がですよ皆さん今日もテレビじゃないのが残念で」っすごくラジオですいませんなんて言ってるんですけどお世話になってます幸子、はいえー、先生は、はいはい、な,なんでまたこの。 えすごい,なんていうんすかお,お医者様に、はい、僕めちゃくちゃ大変だと思ったんですよ <laughs> あのお医者様になることってっていうもうね思い起こせば、はい、私お医者さんになって24年目なんですけれどもそれこそその頃ですよね、まあ、それから医学部に入る前ですけれどもね私もともと父が歯科医師なんですね。子の頃に ね、近くの近所のお医者さんって内科医の先生ってかかる風邪ひいたりしてかかることありますよね。うん、その時ににに本当にになって 見てくださる先生がお家からほんと歩いて5分ぐらいのところにいらっしゃったんですけれども、まあ、それこそ父が司会なので自分も目指そうかなと思ったこともあったりはしたんですがやっぱりその内科の先生を、ね、見てると自分も何かこう全身のことを人を見れるようなあのお医者さんになりたいなというのをその先生をちょっと見て思ったそれからお,おいくつの時で,すかああでももうね中学校高校ぐらいから思ってましたね。 あでも中学生ぐらいでお医者、うん、あそうかお父さんのがそうなんですその影響は大きいですねは,<ー>はいで、まあ、父が歯科医よりこうお医者さんになってほしいなみたいな思いもあったし私も自分でなるならあのお医者さんになりたいなっていうの思いはありましたけれどもあのズドンと話飛ばしちゃうんですけど良、はい、かったですかお医者さんになってそうですね今はもう本当に、あのー ね、研修医とかレジデントって追われる時代は若かった頃はやっぱり大変なねあの働きながらしんどいなと思う時もありましたけれどもやっぱり長年の経験を、うん、得てくると今になってみるとやはりすごい良かったなと自分では思っておりますね。はい、あそれは何でしょう本当になんとかのねあのドクターのなんとかドラマとかじゃなくて。 ど,ど,うどういった、まあ、いわゆるやりがいというと、うんうんうん、どうでしょうね、あ,のあんまり私たち、助けてあげたとかいうようなことを普段多分お医者さんってそう思っているわけではないと思うんですね。ただやっぱり今でも、ね、こう出ていく時に 1か月に1回先生の顔を見ると安心しますとかあとやっぱりあの先生に見て頂い,いてよかったですとかありがとうございますとかあともう本当に忙しくてねもう患者さん1時間とかお待たせしている時とかでも先生の方が大変と思うのでもう全然大丈夫ですとかって言ってくださる方がいらっしゃるとやっぱりやりがいがあるなと思いますよね。ななるほどなるほほどど、はい、じゃあ、えー、と幸子先生が、えー、で出会いといとうか きっっかけになった近所の、えー、内科医の先生もそういったなんかお人柄みたいなのもあったんでしょうかねそうですねもう子どもの本当にちっちゃい私なんかでももうね,<ー>ね遊ばせてくれてでなんかこうね注射でも怖いのに全然こう、ねね、優しく言ってくれたりした記憶がすごくありますね。いやそんな、ね、思いを、まあ、あの抱きながら勉強大変でしたよね。 そうですね、もうそれこそ私よりもっとねあのお偉い先生たくさんいらっしゃるわけですしあの皆さんねそれなりにどこの職業の方もねあの専門の方っていうのはたくさん勉強されていらっしゃるとは思うのですけれども,、まあ、もう大変でしたというと皆さんそうだと思うんですけどね。はい いやいやいや、もう、本当に雲の上のね存在のえ先生がこうして、はい、FM 技能は、FM コザ同時放送のね、嘘のような本当の輪にね、ゲストとしてお越しいただいたんですけども、あのね、つい、この間もね、あの、こう、テーマを持って、こう、公演をね、物町の美術館、博物館のところでしていただいたんですが、腸活健康、ね、 目に見えない慢性炎症と病気の関与。慢性炎症っていうのはもう少し例えばあのわかりやすくだとどういったことになるんですか。はい。 まあ、急性炎症って聞くとなんとなく皆さんお分かりだと思うんですこれ例えばあの歯が痛くなって歯茎が腫れるとかねちょっと怪我してどこか傷がついたところが可能して腫れてくるとかただそういうのを急性的にボンと感染症みたいな感じで起こすんですけれどもそれって割と比較的、ねまあ、23日もしくは1週間とかで短期間の間に治ることが多いとは思うんですね。そそれが慢性性のの炎炎症症とという急って で期間も割と長くでかつ自分ではあまり気づいていない状態で体のいろんな場所で起こっているので自自覚症状としててはは分ではあまり気づい,ていない状態ななんですよねなので皆さんが本当に知らず知らずのうちに体のどこかで炎症を起こしている例えば何か最近しんどいなとかなんかちょっとこう同じことを前はこれぐらいでも何ともなかったのになんかこうイライラすること多いとか。 まあそのしんどさんもそうですけれどもねあのちょっとしたことでこう以前と違うなあみたいなことを感じるようなことがあった時に体のどこかで見えないところでもしかしたら炎症を起こしているのかもしれないというところなんですねただ目に見えてすごくわかるものではないので誰かが「私慢性炎症です」って言えるほどの症状が出てくるとそれってもう病気になりかけてるっていうところになるのでその体のどこかで起こっている慢性の炎症目に見えないけれどもなさっき 急性の炎症はすぐ、ね、1週間ぐらいで治る可能性が高いと申し上げたんですけどこれ、ね、数ヶ月から何年の単位でこうじわじわと炎症を起こしていてでそれが気づいた時に病気になってたっていうことがありえるので最近本当にその慢性の炎症が体のどこかで起こっている人が病気になるんじゃないかっていうようなことは言われてはいますよね。 で診断される前の段階いうの、ね、そうでわ<は>割と未病というような言い方をしたりするんですけれどもあの未って未来の未っていうですね、うん、病気の病でまだその未病って言ったら病気として検査を受けても何も異常が出てこないという状況のことをそういう言い方をするんですけどまさにその状態が体のどこかで慢性炎症を起こしているなんかしんどいけど検査してもあの特に異常はないですよって言われるような状態っていうことがその可能性がありえるということですね。はい それは例えばあの中島幸子先生からあのそういった症状でかもねって来られた曖昧な患者さん見てわかる <laughs> 例えばあの多いのは便私消化器内科医なのであ、はい、あの便秘の方とか下痢を、ね、あの普通の面じゃなくて難便気味なんですずっとみたいなことを言ってる方とかいらっしゃったら腸の腸の まあ、当然、カメラとかで大腸カメラとかで見ても見た目で炎症があるわけではないけれどもやっぱり下痢しているとか便秘が続いている人って慢性的って言われるとあもしかしたら食べ物とかの影響で炎症を起こしているのかもとはあるんですけれどもその炎症という方をするとね血液検査でじゃあ異常はないですけどってなってしまうんですね<ー>それが目に見えないところなので危険なところではあるんですけれどもね目に見えない場所。 そうですね場所例えばあのー、炎症をどこかで起こすってなった時分かりやすいのが例えばよく女性でね年齢って太りやすくなったとか痩せにくいとかいう方いらっしゃるんですけれども皆さん あの脂肪がね炎症を起こすってなあまりちょっとえって思うかもしれないんですけれどもお腹の下腹の辺とかに脂肪がついてきて体重がそんなに変わらないのにちょっとウエストがあのズボンが入りにくくなったよっていう話とかよく聞くと思うんですけれどもで年齢来たら以前だったら食べるのちょっとやめたら痩せたのに今なんか全然痩せないんですっていうのことをおっしゃる方は割と多いんですけれどもそういう方たちの例えば皮下脂肪とかあの体の内臓脂肪とかですね炎症を起こしている可能性 が高いんですねで脂肪が 少ない時ってそうでもないけれども、だんだん増えてくるとね、その脂肪細胞って言われる中で炎症の細胞がすごく増えてきて、自分の組織のその脂肪組織の中で炎症を起こしてくるって言われてるんですね。そうすると、そこだけに炎症がとどまらなくて、いろんな体の臓器、血液の流れとかに乗っていろんな体の臓器に炎症を起こすような物質が流れていってしまって、知らず知らずのうちに、実は 慢性炎症を起こしててパッと症状が発症した時に例えば動脈硬化で血圧高いですよとか、うん、糖尿病になってますよとかえなんでっていうようなことに起こりかねないということ分かりやすいところで言うとそういうよく成人病とか言われてるねあの脂質異常高脂血症とかあと高血圧糖尿病とかですよね、うん、そういうものも慢性炎症のいくつくところでなっている病気だというふうに言われてきてますよね。うんはあ 北条先生いやもうすごいです <laughs> やっぱ本格的なね検地 <laughs> からのお話なので。はーいね 我々もなかななかかか痩せないですからね<笑><笑><笑>慢性炎症の可能性が高いです。慢性炎症ある意味、うん、怖いというか見た目とか自覚しいや,いや私痩せないのよね」って「それは食ってるからやろう」って片付けられそうなんですけど、はい、じゃあそういったそのでも炎症ってね北條さん、あのー、私たちでもいくつかほら、あのー、悪玉活性酸素とかって言ってやっぱり 炎症を起こすことから始まるそれは先生強引なようなんですけど 血流とも関係があるんですかそうですねあのやっぱり炎症体の中はやっぱり血液がもうほんとにあの巡らされてたくさん流れていてで血管の流れって先ほど言ってたそのできてくる炎症の物質っていうのがサイトカインって言われるものなんですけど血液の流れに乗って全身に流れていくそうすると当然血液の中にもその炎症のサイトカインってずっと流れていくのであの動脈硬化っていうのは血管の炎症の末に起こってきてますので。 ので、えー、それぞれのところ太い血管だとねまだいいですけど例えば頭の脳の血管とか<ー>心臓の血管とか細いところの血管に炎症を起こしてくるそれであの詰まってきたりとかすると脳梗塞とか心筋梗塞というようなことになるので動脈硬化の原因もそういう炎症慢性炎症が血管に及んだところから起こすので血流とは十分に関係してくると思いますね。 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。W O O East 株式会社。電話番号ゼロ三三五二七二二一一。はい、えー、嘘のような本当のはねお時間でちょっと皆さんき。 聞こえてます聞いてますで <laughs>、はい、私も,あのもうやけに多分この番組始まって以来の姿勢の正しさで聞いていた自分にうそみたいに驚いている状態ではあるんですけども、はい、パーソナリティーの土井秀人と、ね、北条さんもこ、ね、ちょっとあの出番がなくてすみませんぐらい、ね <laughs> ね、静かな状態で今日も、ね、勉強で <laughs> 勉強会で、ね <laughs> はい、先生からお伝えしたい,と思いますこの FF 議論のスタジオが審査室と化している状態ではあるんですけれども個人的に聞きたくなっちゃいますよ、ね、<laughs> そ,うそうですよね、はい、まだなんか 噂によると、ね、来週も出ていただける可能性が高いということで医学博士で、ねはいうん、消化器内科専門だったり内視鏡専門だったりということで、ね、ご活躍の中島佐治子先生をお迎えしておりますけれども、ねあのー、さっきのサイトカイン、まあ、のあれがほらコロナの頃よくねお父あ,あの水素の説明でサイトカインストームというのですごくその、ね、なんかこうやっぱり。 大学の先生がおっしゃったなんて言ったらいいんでしょうね。ここはい、はいいどういううこことでしょうか 今、先ほど、ね、あの血管のお話していましたけれども、はい、サイトカインストーム、ね、皆さん、そっちのお話の方がよく耳にするかもしれないですよね、今はね。なので今あの、私が言ってたサイトカインと同じ話なんですね、体の中にサイトカインって本当に正常な状態でも血液の中とか流れて存在しているものが、コロナの感染症を起こした時に肺炎が重症化したりってするのは、そのサイトカインが影響していて、肺炎とかの炎症そのものよりかは、そのサイトカインによってストームってね、 嵐って言いますけれども体の中でこう異常な免疫の反応を起こすことによって重症化するといわれているので肺炎そのものの病気を治すことによってもなかなか治らないと言われていたのがそこなんですよねだから今言ってた慢性炎症のお話も同じサイトカインがずっと急性期にボーンとそのコロナの時みたいに急性期にドーンと増えてサイトカインストーム嵐のように増えてくるっていうのはこれある意味急性なんですけれども慢性炎症ってそういうね劇的な強い症状じゃないから 皆さん分からないですよねで安心して特にまあちょっとしんどいぐらいで検査を受けたけど異常ないから大丈夫って実は思っていたら体の中でそのサイトカインがその先ほど言っているコロナとかに比べるともっと少ない量だけれどもじわじわと体の中で長期間にわたって。 炎症を起こしているということなので、割とこう自分ではわからない状況がずっと続いているというところなんですね。だからやっぱりあのサイトカンストームのそののコロナの感染症とかでもこのそのサイトカインによる炎症を抑えることによって良くなるっていうは言われていたので、この慢性の炎症っていうのもやっぱり同じような基調でえじわじわと起こっているので、そこを抑えてあげることができればっていうのが一番重要かなと思いますよね。 ただあの私ね素人的な発想というかあの思うんですけどよくあるほらあの会社や学校やあの健康診断とかではなかなかでもおねはいここで下」ってこう数値を渡されるなななかかからないですよねあのもう私もね今あの患者様が ご心配されるといけないのであんまりその検査結果を言う,う時にこれ以上ですって言わない実はある数値があるんですけれども CRP っていう炎症の数値体に何かどこかに炎症があると上がってくるでお医者さんに行くと検査血液検査した時に白血球って言われる見る血液の成分それから CRP って言われる炎症のタンパク質なんですけどそれを見た時にどれぐらい体に炎症を起こしているかっていうのでその重症度を,重症度を 割とお医者さんはそれを見て判断しているんですけれどもあの健康診断とかあの人間ドックとかの、ね、簡単な検診ではその CRP という数値あまり細かく出てないこと多いんですが精密の検査でされている病院さんで0.0いくらって指紋2桁。 まで出ている検査結果だったとすると0.1とか0.2までしか出てなかったらちょっと正確ではないんですが0.06とか、ね、0.02とかちあの下2桁まで出ている CRP の検査もしお手元にお持ちでしたら見てもらった時に大体本当に何もない人って0.1以下のことがほとんどなんですよね。うん、これが慢性的に0.2とか0.1とかっていうのでちょっと上がってる数値がある時に。 一時的にじゃなくていつとっても血液検査定期検査でいつとっても0.2ぐらいとか、まあ、0.3以下が一応正常値とされているんですけれどもあの若干測るその施設さんの機械によっては変わりますが大体0.3以下正常と書かれているところがあの多いと思うんですがいつでもそれぐらいの数値1は超えてないけど0.30.4とかね。 なんかいつでもちょっと低めだけど、成長値あるいかはプラスマイナスみたいな判断とか、ちょっとプラスですって言われているような方が、ずっと採血の結果を見ると、3ヶ月前も6ヶ月前も1年前もずっとそうだとすると、それもしかしたら体のどこかで慢性炎症ということがあるかもしれない。ただ、もともとに例えば、慢性のご病気であの抗原病とか関節リウマチとか、そういう炎症を起こす病気を自分で持っていらっしゃることを分かっている方は、そこの影響ですけど、何も病気を持っていない。 と言われている持っていないいる持っなでデータも異常がないけれどもその数字だけずっとちょっとだけ高いという方はもしかしたらどこかに慢性炎症あるかもしれないので気をつけた方がいいのかもですが病院の先生はそこはあまりお、ねうん、0.3ぐらいまで以下であればそんなに心配ないけれども、うん、なんかいつでも0.34ぐらいあるとか。 いう方もしくは0.2がずっと続いているとかいうの方ももしかしたら軽く炎症あるかもしれないこれそれが慢性炎症ですよというふうにどこかの文献に載っているとか証明されているわけではないんですけれども私が診察で見てるともしかしたらそうかなと思う人はいますねこれも当然診察の中でその方の症状とかお話を聞いていての話なんですけれどもね。なるほどではあのー、先生の場合はそういういところろまでもちろん 注目されてご診断そうですねあの、大体そういう方たちって検査、異常ないですよって返される、うん、CT とかとった、エコを取ったりしても異常ないですよってなりますけれども、例えばその人が腹部エコーを受けて、脂肪肝がありますって言われたとしたら、それ、その脂肪肝も軽い炎症の原因にはなっているということなんですよね。慢性、うん、炎症の行き着くところです脂肪感はやっぱりね、はい、なんかあの、ズバっと言われないと、安心しちゃいますよね、はい はいただ、その何も見えないところで CRP がちょっと高いからといって病院の先生、じゃあ、あなた、慢性炎症ですって言われるかというと、絶対それはないです。じゃあ、なんで言ってくれないんですかって言われても、いや、どこにも炎症見つからないしってことになるんですけれども、じゃあ、その炎症、どこですかって言われると、大体の場合、私たちやってる消化管、大腸とか小腸のですよね、腸内環境ですよね。それは正直、レントゲンではわかりません。ねはい、そういういことですよね、はい は,はいいう、えー、ちょっと一回かり CM に入りましょうね。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。W O O East 株式会社。電話番号ゼロ三三五二七二二一一。はい嘘のような本当のは。 のお時間ですが、えー、今日は FM ギノワンのね、えー、FM 小座同時放送の診察室からお届けしております。はい、<laughs> なっちゃってね、あの本当にね、なんかじまさ先生のお話、あのとっても深いんですが、ただそういったね、あの炎症というものがどのようにして起こるんだろう。確かにいろんな要素があると思いますが、ちょっとね、またでもね、今 CM 中に。

ご存じない体に起こっている慢性炎症が意外と知らず知らずのうちに病気につながってしまうというようなことを少し認識しておいてもらいたいんですね。自分の体検査異常ないから大丈夫とは思わずに体調どこか少しいつもと違うなと思うことがあるとか病院にちょっとかかったけど異常ないと言われたけれどもそこは安心せずもしくは例えば便秘があるとか下痢しやすいとかお腹痛みやすいとかいうような症状がある時にはあの腸内肝が 環境というのが慢性の炎症と関係している可能性があるというふうに考えて少し自分の日常生活を振り返ってみてもらいたいなと思うんですね。だからそういった慢性炎症を日常の中の自分の体にはいつでも隠れているなというような認識をちょっと持っておいていただけたらと思います。なるほどそういうい場合は ねえうーん何でしょうなかなかこうね世界中の人類の法則としてお医者さんに相談といいますけどお医者さん自体もねなかなかそこに突っ込まないというか入り込まないところもあると思いますじゃあ防いでいきましょうどんな風にしたらちょっとは良、えー、いかなっていうところをね来週ちょっとまた改めて、えー、中島幸子先生をねお迎えしてお届けしたいと思いますチャーガンっって知って知ます。 知らないです。で <laughs>、ね、あの、ずっと元気でいましょうねっていう沖縄のね、えー、このラジオを聞きの皆さん、はい、楽しみに来週もしててほしいと思うんですけれども、ね今週もあの、北条さん来てくれてたんですね、今週もね。今ょはい、あの、ょね、観客で、<laughs> 客でギャラリーに。うっとりするぐらいもお話を聞かせていただけたので、はい、あの、僕もね、勉強になりますけども、なんかね、もしかするとさっきあの、血管 うん、というのがやはりね全身にある中でのこう重要性という部分では、ね、水素との、ね、関連性も大切な部分があるかもしれないというところで、えー、来週にまた期待したいと思いますけれども腸、ね、活、はいえー、健康セミナーというのは全国でね結構セミナーとかねやってらっしゃるんですもんね。はい、オンラインでやってらっしゃるということで、はい、次週ねまたあの楽しくお届けできたらと思っています。ね、皆さん あのラジオで、もし当だったら、健康気になる方、メモの用意しててくださいよ、来週も。ええ、そのような、本当の、まお届けしたいと思います。まずは、ドクタースイートホテルの、おじさん、今週も、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、中島幸子先生、来週も、また、よろしく、お願いします。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。では、えー、そのような、本当の、また来週、ありがとうございます。ありがとうございます。